はい、始まりました三力さん。はい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 。この番組タイトル覚えてます？え誰に聞いたの今？<laughs> <laughs> 俺,俺に？<laughs> 俺に聞いたの？三チャンネル。俺にですよいや<う>なんかお葬式やるんじゃないかとぐらいなんかなんか暗いところのトーンからこう始まりましたけど、な何だったんですかね？長い。長い。長い,長い皆さんあのもしかしたら気づいてないかもしれないんですけれども、はい、あの本編今日撮ってます。はい。 前回本編撮ったのいつだと思います？え、いつなんだろう？去年の5月です。え、すごい。え、嘘。5月6月が去年の本編の最後です。今日は6月の3日？4日あすね。あ、4日？はい。本編っていう形。はい。一年ぶりです。すごいね。いやね。 俺はね、別に浮気してたわけじゃないんで、フタバちゃんそうですか、私はいつもいつも <laughs> はい、はい、本編がない時には更新されてるのを家で見てて、はい、ああ、いろんな方々と楽しそうに三力さんやられてるなーっていうの見ても楽しいんですけどねいや、これもすべてですよ <laughs>、はい、うちのスタッフのピーがいけないんですよ、うん、おどういうことでしょうだからだってさ、一本取ってあるやつがあるじゃないなまだ実はまだ、あのお蔵入り的な感じで配信されてないものがあるんですが、はい でしょどういうことでしょういやあいつが全然やらないからこういうことになっちゃったんですよ全部ねどうしちゃったんでしょうねお忙しいんでしょうかいや忙しい割にはいろいろなんかでやってるじゃないなんか前座のやつとかさ,いろ,さ、ね、いろいろやってたりとかさ、えー、この間だって伊勢行ったとか言ってたよなんか向こうの方にねおっとおっと,おっとねえまあいろいろやってるわけですけど <laughs> あそっかそん。 下肩ぶりなんだ。本当ですよ。公演<ー>としては一年ぶりのあの収録してます。ああそうですか。どうですか下肩ぶりに出た感想というかそうですね。もう、はい、あのタイトルを忘れてしまいました。タイトルをね。三 <laughs> チャンネルというタイトルですが、す <laughs> もう忘れちゃったね。もう忘れちゃいましたということでこれからねまた、はい、忘れないように定期的に、はい、あの活動していけたらなと思いますのでよろしくお願いします。はい、お願いいたします。 といいうわけでででございましてね、ね年、はいえー、年ぶりですか1年ぶりりすすかかなんか恨み節みたいなのが聞こえてきそうな感じでしたけれども <laughs> ねえいやいやだから嬉しいねまたこういうふうな感じで再会をしてそうですねなかなか集まるっていうのもあの、うん、難しかったり行けそうだったりっていうのが続いた1年だったので、はい、ここから、ね、ちょっとあの定期的に集まることが普通になっていけるようになんかうしいなと。 思います。何、ふたばちゃんその間はうちの三チャンネルはあのご覧になってたんですか。ずーっと見てました。あ、そうですか。一視聴者と視聴者としてとっても楽しみにあのあまた更新してもらってるな更新だ更新だってすごく楽しく拝見してましたあ。あ、そうですか。じゃあで最近の流れはよく知ってるかと思いますけれども。もちろんでございます。最近うちは何やってますかね。 あのいろいろ出かけていらっしゃることもありましたね。あと、近々で言うと、前座さんが登場されてましたね。そう,そう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 、あの前座どうでした。二人出てますけど。はい、あのいおりさんとかずきさん,、うん。あ、すごい。あ、すごいよ。よく知ってる。もうファンです。ファンね。はい。はい一ファンです。一ファン。ということで、はい、あのそれぞれ、あの前座さんらしいことで勝負ごとをされていて。うん、あの皆さんの勝負の行方や内容は、また見ていただきたいんですけれども。はいはい。そのいおりさんとかずきさん。うん があのと話してたものがですねあの前座さんが特にあの前座さんといえばっていう内容でお話をされていたんですがちょっと今日はせっかくなのでその流れで前座さんについて、うん、なんて言ったらいいかあれなんですけど前座さんについてちょっと聞きたいなと深掘りしていっちゃうそうですね深く浅く広く 全座さんが普段はその全座さんでも講座に上がっているところを見ることが多いので、あの裏側ではどんなことをしているのかとか、うん、あのどんな修行、どんな雑用、どんな気遣いをしながら、うんはい、どんどん上に上がっていこうと腰たんたんと頑張っていらっしゃるのかっていうところを聞きたいなと思いますなな。そうなると私が多分12年ぐらい前の話になっちゃうね。おお、12年前は全座さん。全座やってましたね。はい。全座さんの時代が。 あったんですよ、皆さん <laughs> ありますよそれはあって今になってるんですから <laughs> <ー>もうねえ何々どんなこと聞きたいんですかその前座のどういういいこと聞きたいえ例えば、はい、前座さんが必ずしなければいけない仕事とかって、うん、あ,あるんですかあ前座としてやる仕事ね<れ>えと昔はねもうお茶をこう入れたりとかまあそういうことが結構あったのね お茶を入入れれる、る、うん、どういうい場面で入れるんでんすかだからもう先生がこう入ってきたら、はい、まずその落ち着いた頃合いを見計らってお茶を1杯お入れして<ー>で飲み終わって今度は着物に着替えていく、うんうん、着替え終わった段階でもう1杯 1> 2回も、うん、さらにですよさらに講座を終えて戻ってきて着替えが済んで着物も畳み終わった状態でもと。 お茶を入れるとすごいお茶入れるんですね。お茶がね、やっぱりね、あのお茶が好きな人たちが多いからね、<ー>まあそういう感じだったんですが、でその人によってはさ、濃いお茶が好きな人、薄いお茶お好みがありますもんね。そうなの、そうなの。それがね、えー、うまくできないとお茶に手をつけてくださらないんですよ。そのそういう場面に遭遇してしまったらどうするんですか。入れ直しをするんですか。しない。あのまた入れ直すと怒られる可能性があるから、あもうあの。<laughs> 見見ない見ないこない,ないここととにする <laughs> じゃあ今日のはちょっとやっちゃったかなと思いそう見ないふりをするんですかでも飲んでもらえないから心の中ではやっっっちゃったなてそうだよそうだよもう完全にしくじってるからねだからまあそういうのもう感じるしかなくて今はいい時代ですよそういう意味では。あらどういうういこことでしょうまあこのコロナ禍になってしまいましたからお茶をね出すことができなくなった。<laughs> ね <laughs> ちょっと聞きましたか、あの今はいい時代になりい。<laughs> そう、もうね、もうね、いいよね、だから怒られる心配ない。ですよじゃあ、あのお茶とかもしないで、うん、完全にあの先生方にはノータッチ。違う、うん、あのペットボトルのお茶をお出しすればいい。<あ><回>間違いないです、ね。そう、そう、そう。で、いい好きなタイミングでお飲みになるでしょう。いいうん。で、ね、別に喉乾いてなかったら、もう持ち帰っても構わないというところで、うん、なんかそういう修行がなくなっちゃったね。うん そうなんですねちょっと今特殊な時期ではありますが通常はすごくたくさんお茶を入れるっていうのがあるあるなわけですねそうですね。でお茶でしくじってる人はもう数知れず、まあ、こういう畳とかのところでさ、はい、こぼしちゃうやついっぱいいるんだよ。あそれはあの いやあのなんかやっぱこう着物畳んでたりとかやってちょっと触れてこぼしたりとか空間があんまり広くない限られたところでやってるからですかねまあそうね密になってるね完全に密になってる場所でやってるから、まあ、そういうところもあるしちなみに私としては、はい、そういうところでお茶をひっくり返しちゃったって言ったら、うん、もう涙が出そうなぐらい大事件なんですけどその場合はどうしたらいいんですかいやそういううい時は、まあ、も,うもう 土下座をして <laughs>、ちゃんと謝って <laughs> で,で,でもっと最悪なやつがいて、はい、着物にこぼしちゃうってやつもいるからね着物にお茶をこうぼす <laughs> あ,<ー>あるんだこれは想像しただけでちょっともう汗が止まらないような状況でいやもうこうなった時はもう大変ですよ家に行ってさ謝ってさ行かないといけないしさ。<laughs> それも 結構よくあることなんでしょうか。着物はあんまないけど、まあね、やっぱそういう慌てん坊というか、うん、ちょっと抜けたことかは。あったりするよね。そうなんですね。うん、あとは前座さんあるあるの、はい、こんなことが例えば。あるある失敗とか、はい、あるある怒られる事案とか、そういうのはあるんですか。はい、もう多々ありますよね。多々あるうん。もういろんなところでも怒られるのが当たり前だから。うん、怒られるのがもう仕事というか。かそうだね、もう。そうだね。うん だからそのネタ帳といって、はい、その日、まあ、どういうネタをこうやったかっていうのを書いていくのよ縦前座っていう人が、まあ、その中で一番上だよね縦、まああの前座の中で一番上。あお兄さんお姉さんっていう形の人ってことですか、ね、そうねその中でね。ね、うん、書いていくんだけどもそうするとなんか字間違えるやつもいるしさ <laughs> あとやっぱりその字が汚いとかさ <laughs> まあそういうのはあるわけです、はい、そうするとまた怒られるしそのネタ帳の出すタイミングを間違えたりとかすると「お、うん、座!」 まだお前ネタ帳が出てねえじゃねえかみたいな感じで怒られるし先生方に前座さんがネタ帳を見せに行くあそうだってその先生が何のネタやろうかなっていうのをそのネタ帳で調べていくからあじゃあその先生は自分で出してみるんじゃなくて前座さんが出したもので何をしようかなを決めるっていう作業があるわけですねそう,そう,そう,そうだからら座が出さなないいと見れないわけですよよ、はいうん、だからそのタイミングもあるよね そのね、よく出てくるタイミングって難しいですよねこの人にとってのベストなタイミングとかありますもんね、うん、あるあるだからもう気で察するしかないですよこれはすごいもう講談の勉強だけではないんですねそうそこがねなんか一番の勉強なんですって,人間力っていううところでしょうかそうね人間力というかやっぱりそのさ我々殿様もやるし家来もやるでしょ やっぱそういうい人の気持ちをちゃんと分かった上でお客さんの前でちゃんとやりなさいというところがあるから全てが芸につながっていて細かいところも修行になってるっていうことは、ね、そうそうまあそこが一番だよねだから先輩方が真剣になって叱ってくれるしうん、うん、っていうところだよね、はあ、ちょっと私も今いろんなことを聞いて大変勉強になる気持ちでおります、ね、だからいろいろそういうのも修行になって、えー、二つ目になり真打ちになっていくという、まあ、こういう流れでございますね はい、というわけで今日はあの前座さんの、ね、ことについてあの浅く深く広く <laughs>、はい、聞いて行ってみました。まあいいでしょう。一年ぶりだったらちょっとここのぐらいなテンションからちょっとスタートしてそうですね。ねあのふわーってまた入っていって、はい、あのいつものテンションを取り戻していけたら、はい、<laughs> そうです、ね、リハブリみたいな感じですかね。<う>うん、ぜひともまたチャンネル登録。 ね、いいねも押していただいて、はい、あの今、見ていただいている方は過去のいろんなあの、うん、私とやっている以外の本当以外でもたくさん更新もされていますし<う>、ね、<laughs> あのいろいろジャンルものをやっていますのであの見ていただけたらなと思いますはいどうぞよろしくいいし,よろしくお願いします。